皆さんこんばんは。祈祷会の夜、貴重な時間を割いて参加してくださっている皆さんに感謝します。今日も祈りについて学び祈っていきましょう。それでは祈って祈祷会スタートしていきます。天のお父様、祈祷会の夜をありがとうございます。感謝します。また様々な危険や試練、病から守ってくださり、多くのことに助けの御手を差し伸べてくださり、今日の一日を支えてくださったことに感謝します。どうぞこれからの時間も主が祝福してくださり、私たちの唇に祈りを満たしてください。聖霊様により導かれて祈ることができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは今日のタイトルは、神への大きな期待ということでお話をします。まず聖書の箇所は詩編81編10節です。私があなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。私、あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。この御言葉を通して、神様がこのように私たちに語っておられます。多くのものを私に求めなさい。私に大いに期待しなさい。あなたの祈りの課題を持って私の前に出てきなさい。私は神であって人ではありません。あなたに豊かに与えることが私にとっての喜びですと。神様は私たちの祈りの際にですね、本当にこの神様に期待をして祈るということをですね、忘れずに覚えてですね、この御言葉を心に留めて祈っていく必要があります。で、祈る時に私たちは、特に私も祈っている時にこういうふうに思いますね。祈っている相手に対して何の変化もない、この人が変わるのは難しいなとかですね、またこの状況から脱するのは困難だなとか、この祈っていながらも肩や不安を抱えて、本当にそういうことが状況的に起こるんだろうかというふうなですね、疑問を持ちながら祈っていることがあります。神への何の期待もなく祈っていること、皆さんもないでしょうか。まあ、私たちが祈ることに対して誰からの答えが来るのか、誰に期待するのか、それを忘れた祈りには希望がないです。私たちの祈りに対して誰が責任を持って答えてくださるのかをもう一度再確認していきましょう。では私たちが祈るときに、押さえたいポイントの一つ目ですね。神は人ではありません。ご存知のように神様は人ではなく神ですね。私たちは祈りを誰に向けて行うんでしょうか。それは人ではなくて神に祈ります。しかし私たちは祈っている人を見て、また状況を見て、自分の感覚や経験値で期待する度合いを決めていることがあります。この人は変わらないとか、この状況は難しいとかですね、祈っていながら期待をそれほどしていない祈りが多いと感じます。しかし私たちが祈りを持っていく場所、それは全知全能の何でもできる、何にもできないことがないですね、神に向かって祈っているのです。ですから神に対してこれは難しいとか、できそうにもないとかですね、神様に対してそのように私たちが思うことはとても失礼ですね。ですから私たちは祈りは誰に向けて祈るのか、神に向けて、神がしてくださることを期待して祈るんですね。ですから今一度私たちが祈るときには、誰のところにあなたの祈りを持っていくのか再確認する必要があります。私たちの祈りは神のもとに持っていきます。神は人ではなく神です。そのことをですね、まず一つ目、神様は人ではありませんということをですね、もう一度知ってはいますけれども、私たちはついそれを忘れがち、祈っている自分に、自分の力にですね、目を向けたり、その祈っている相手や状況を見てしまったりしてですね、失望することがあるので、私たちはもう一度、神は人ではなく神であり、神に私たちは祈るということをですね、覚えていきましょう。では二つ目ですね、神の喜びは私たちが神に大きく期待することです。神様が喜んでくださるのは、私たちが神様にどれぐらい大きく期待するか、そのことを喜んでおられます。ではですね、神様は私たちが大きく神に期待することに対してとても喜んでくださって、神に大きく期待するということは、神なら必ずできる、
神にはできないことはないとですね、絶大なる信頼を寄せているという証拠なんですね。ですから私たちは神が確かに大いなることをしてくださることを期待しなければなりません。これが詩篇81篇10節のあなたの口を大きく開けよということなんですね。このあなたの口を大きく開けるというのは、あなたが神に大きく期待しなさいという意味なんですね。そしてその大きな期待への神の回答が、私がそれを満たそうとおっしゃいます。神様は大いに期待するなら、その期待に対して本当に大いに必ず応えてくださる神なんですね。これはとても素晴らしいことです。で、誰でもこの神の約束の言葉に従って行動する者は、神がこの約束を守られるということを見ます。この御言葉の約束に従って行動して、神が約束通りに働かないということはないと神ご自身が言っています。ですから私たちはですね、本当に神様に大きく期待する、期待していいんです。期待しすぎるということはありません。神には何もできないことがないので、私たちは神に大いに期待しましょう。私たちが神様に大いに期待することに対して、神様も喜びを持ってくださいます。それでは3つ目ですね。決して失望することなく神への期待を持ち続けることですね。神様へ大きく期待して祈るときに忘れてはいけないことは、祈りの答えを見える形で受け取るまで、与えられるまでですね、私たちは決して失望することなく期待を持ち続けて祈るべきです。私たちは途中でやめてしまう、神様がもうそろそろ祈りに応えようとしておられるかもしれないのに、私たちはもう途中で諦めてやめてしまう、この祈りがですね、どれほどたくさんあるか、これはもったいない話です。ですから私たちは祈ったならば、この祈りを見るまで失望せずに期待して祈り続けるという忍耐力が必要です。神様は御言葉の約束を決して破る方ではありません。私たちの祈りがまだ答えられていないのでしたら、神様はこれから答えようとしておられるのです。ですから祈りの答えを見るためにはですね、継続して忍耐強く主を待ち望むということも必要になってきます。それには神の栄光がかかっているので、神様ご自身の栄光がかかっているので、私たちの祈りを本当に応えるということにはですね、神様ご自身の栄光がかかっています。ですからイエス様の御名において神に希望を持ち続ける、これが重要ですね。そうするときに私たちはそれを満たそうという、私がそれを満たそうという神の約束をですね、確実に受け取ることができます。詩篇81篇16節には、しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる、私は岩の上にできる蜜をあなたに満ちたらせようということで、神にとって私たちに最善のものを与えることが神様の最高の喜びだということを忘れないでください。神様は私たちの祈りに対して本当に最善を尽くし、最高のものを与えることを喜びとしておられます。ですから主はこの言葉を通して、私たちに益となるものであれば全てを与えるということをですね、この箇所では語っているということを忘れないでください。詩篇121篇1節から2節には、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。私たちの祈りに対する答えの助けはですね、他の何者からでもなく天地を作られた主から来ると言っています。ですから私たちは本当に口を多く大きく開けて神に期待しましょう。そうすると必ず神はそれを叶えてくださいます。では祈りましょう。愛する天のお父様、私たちは大きな口を開けます。主に大きな期待を寄せて祈ります。どうぞあなたがそれを満たしてください。主の約束が必ずなることを信じます。そして私たちは祈りの応答を見るまで忍耐強く期待し、信じ祈り続けることができるよう、主の励ましが豊かに与えられますように祈ります。祈りは必ず聞かれます。祈り続けます。目に見えるところにではなく、目に見えない主が必ず成してくださることを受け取り、確信を持って信仰によって祈りを捧げていきます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは引き続き祈りの課題を祈っていきましょう。